分が食べて、あ、美味しいなって思うものを出すよりも、その時代のお客様に合わせて味を変えていくというのが非常に大切なことなんではないかと思います。世界の中にも250年以上続いているお店というのはそんなに数多くあるわけではないので、東京にある玉ひでの8代目です。山田幸之助と言います。男は僕一人だったんで、昔からまあ玉ひでをどうやって継いでいこうかっていうことを主に考えて、はい、いましたから、まあ玉ひでと宇都宮くんの出会いが宇都宮くんの人生を変えたのかなというふうに思います。一番最初に来たのは16年ぐらい前だと思うんですけど、で宇都宮くんはその時に初めて奥さんとデートをしたんですが、地下鉄日比谷線の沿線に住んでて、この人形町駅も日比谷線なんですけど、フラッと人形町駅に降りたところにすごい列ができてて、行列が何の列かなっていうので、このお店を一周したこの辺りで最後尾ですって書いてあったので、すぐこう進むんだと思ってたんですよね。玉ひでで並んだ最高待ち時間が4時間なので、並んでこれは何の列かですかって聞いたら、このお店の親子丼の列ですということで並びました。まあ今から130年ぐらい前に日本で初めて親子丼というものをうちが考案して出すようになりました。で、僕のひいおばあちゃんの徳は息子の忠次郎に店で親子丼は出さないようにという遺言を残していたので、父の頃は一般的な方にお見えいただける大衆店で、昭和54年から店でも親子丼というものを出すようになりまして、で今は毎日行列ができるお店として日本の中では有名になっています。で、親子丼には何種類かバリエーションがあって、で2種類の鶏肉を使っているんですね。これが親子丼の割り下ですけど、これは鶏のすき焼きの割り下をそのまま丼にしたものです。玉ひでに伝わる一子相伝の割り下です。でもうそろそろうちの息子にも作り方を教えてあげようかなと思ってますけど、社長ですね、親子丼に対する熱意がとってもありまして、進化させているんですね。ですから伝統を大切にしつつも新しい親子丼というものを追求しているんですので本当に美味しいからね。美味しいね。もう親子丼ね、締めの親子丼絶品だよね。止まらない。本当ペコペコなんだよ、早く食べたい。まあ日本のそういう伝統的なものを残していくのは、こういう玉ひでのような代々続いていくお店がやるしかないのかなっていうふうに思ってます。宇都宮くんがまさか玉ひでのまあ、一番記録になる待ち時間の日に来ていたなんていうのは本当にまあ偶然、奇跡のことで、じゃじゃーん、美味しそう、じゃじゃーん、初デートから16年経って4時間待ったからこそ知り合えた。そう、お味です。本当ですよね。だけどね、時間待って食べるなんて僕には考えられない。よほど2人で話が盛り上がったね。そうですねおかげさまで子供が3人です。本当にありがたいなと思いました。やっぱりこう何をしていいかわからない時に全部段取りをしていただいて、すごい、まあ、何も僕は何もしなくても
準備が全部整っているので本当にありがたいなと思いました。いや、結婚をしますよということを決める式、婚約の式。家と家の顔合わせだったりとか、その本人同士じゃなくて、その本人プラス両親、両方の父母を一緒にこんな感じの方ですっていうのを紹介する場なのかな。まあそういう意味でも初めてっていうか、知り合った頃来たお店なので、非常になんていうんですかね、感慨深いというか、思い出深い場所だなというふうに感じます。ただ周りの方から見ると、いや、こんだけ玉ひで忙しくてすごいねっていうふうによく言われますけど、それは今のあくまでも今の状況がそうであるだけの話で、これは僕のパフォーマンスではないと、これは先祖代々続いてきた中でできていることなんではないかと、まあそれは先祖に感謝しつつ、常に家族が中心になって店をやっていけば店はなくなることがないと思うので、